それでは皆様大変お待たせいたしました。追加決定カードを発表させていただきます。決定いたしましたカードはクラッシュライト級ワンマッチ、出場選手は K1 ジム大宮チームレオン金子大輝選手の登場です。金子選手の対戦相手となります、 K1 ジム五反田チームキングス堀井翼選手の登場です。それではセンターでツーショット撮影を行います。どうぞご着席ください。それでは試合の見どころ、そして出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。まずこの試合の見どころ、中村プロデューサー。はい、今回、6月の新宿フェイス、クラッシュ113で、行った堀井選手と金子選手の、再戦、この8月29日の、後楽ホール大会で、行うことと、なりました。まあ、ご覧になっている方は、みんな知っていると思うんですけど、前回の対戦がですね、金子選手の、まあ、ローブローで、1ラウンドで終了という形に終わって、まあ、結果的には、まあ、堀井選手が、まあ、反則という形で勝ちにはなったんですけど、まあ、見てる皆さんも消化不良の試合だったと思いますし、やはり、この2人の試合、まあ、どこかで、まあ、決着をつけるというか、もう早く、試合を再戦組んで、もうこの2人の因縁というか、まあ、終わらせた方がいいんじゃないかなと思って、この8月大会で、試合を、組ませていただきました。まあ、いろいろと試合前回もそうなんですけど、試合前から注目が集まるカードで、対戦カードとして大会当日迎えたんですけども、まあいった形でお客さんがやっぱり納得できないというか、満足しないような結末に終わったことはすごく残念でしたし、今回の試合に関してはしっかりファンの皆さんにクラッシュの試合を見せて、まあ完全決着つけてほしいなと思っております。それでは出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。まず金子選手からお願いいたします。はい、皆様こんにちは。 K1 ジム大宮チームレオン所属、ミャンマーラウェイチャンピオンの金子大輝です。まずは、前回の試合結果に関して、堀井選手をはじめ、K1 関係者の皆様、そして前回の試合を楽しみにしてくださっていたすべての皆様に申し訳ありませんでしたとお詫び申し上げます。そして今回再戦を組んでいただいたことに本当に感謝しています。求められているのは完全決着だと思うんで、しっかり倒して勝ちます。よろしくお願いします。続いて堀井選手をお願いいたします。どうも、 K1 チーム、チームキングス五反田の堀井翼です。そうですね、ということで、たまに入ってきてあれだけど、また前回試合同様、球を割られちまったから、割れちまったんだけど、まあそんな感じで試合決まったから、あとは早く総決着するだけだよ。続きまして質疑応答に移らせていただきます。両選手へご質問ございましたら、記者の方挙手の上お願いいたします。
すみません、お二人にお聞きしたいんですけれども、前回の対戦を振り返ってみていかがでしたでしょうか。では金子選手からお願いいたします。はい、そうですね、やっぱり、まあ、大変な時期で最初のクラッシュの大会ということでものすごく気持ちを入れて練習してまいりましたし、まあ、試合結果がちょっと空回りしてしまって本当に申し訳ないという思いでした。調子自体は良かったんですけど、ちょっとやっぱり自分の気持ちが空回りしてしまうっていう人間的な未熟さがやっぱりちょっと今回自分でも分かったので、そこは K1 ジム大宮チームレオンの皆様と一緒に今後修正練習の方を重ねている次第です。はい、では堀井選手はいかがでしょうか。そうだね、まあが痛がったぐらいかな、特にはないね。金子選手、その、まあ、ロブローを蹴ってしまったわけですけども、どういったところを今回こう反省して修正していこうと思われてますでしょうか。まあ、そうですね、やっぱり思った以上にその堀井選手の腰の位置が低かったって言ったらすごい失礼ですよね、すいません、あの申し訳ないんですけど、あのちょっとローブローとても蹴りやすかったって言ったらまたあれかあ、まあとにかくそのローブローになるような打撃は一切しないということで今回練習してます。そのローブローになりそうな打撃をした時にものすごくやっぱりお叱りを受けるので、ジムでも、はい、そこは徹底的に修正して次戦臨もうと思っている次第です。あの堀井選手申し訳ありませんでした。では堀井選手いかがでしょうか。まあ今の発言で、あの俺の足が短いみたいな言い方をしてましたけど、そこ勘違いで、でかすぎたんだよ。そういうこと。2人にお聞きしたいんですけども、まあ、今回は完全決着求められると思いますけれども、それを踏まえてどんな試合をしたいと思われてますでしょうか。では金子選手お願いいたします。そうですね、完全決着ということで、やっぱり自分も今は前回の会見スーツで臨ませていただいたんですけど、今回はちょっとまあ一新してミャンマーラウェイの、まあ、ミャンマーラウェイの選手が一番多いカレン民族の衣装で今回臨んでいるんですけど、もうラウェイらしさ全開でって言ったらちょっとまた金で蹴るんじゃないかって思われちゃうんですけど、まあ、そこは一切蹴らずに、もう自分といったら金子大輝といったらラウェイ王者、ミャンマーラウェイの魅力を K1 クラッシュのリングでこう発揮していくことが自分の選手としての使命だと思っているので、そこを徹底的に引き出していきます。ラウェイサンダー期待してください。では堀井選手お願いいたします。やべ、何にも聞いてなかったですけど、もう一回、質問事項いいですか、ね、すいません。今回完全決着を求められていると思うんですけれども、どんな試合をしたいと思われてますでしょうか。まあ、なんていうんですか、この間ああやってなんかみんな俯瞰で練習しちゃったんで、まあなんていうんだろう、まあ今回こそはマジで10秒で終わらせる試合をするっすね。はい、10秒、まあ本当カーンパンチンパーンみたいな、はい、で股間を勝利ってな感じですね。続いてご質問いかがでしょうか。よろしければ。堀井選手にお聞きしたいんですけども、まあ、金子選手から先ほどから謝罪の言葉がいくつかあったと思うんですが、もうお許しになられたんでしょうか。いや、まあその試合のことに関しては全然許す許さねえとかはあれだけど、足を短いって言われたのがなんか腹立つし、やっぱその足が腰の位置が低いんじゃなくてでかいの、ただそれだけな感じだから、まあ、そこは本当に勘違いしてると俺もあれだから、ちょっと王としてやっぱ股間を王としてやっぱそこはしっかりリスペクト持ってもらわないと困るわ。続いてご質問いかがでしょうか。よろしければこちらで質疑応答終了とさせていただきます。あ、すいません、ちょっと自分からマイク持たせていただいて恐縮なんですけど、
足短いって言ってしまって申し訳なかったです、股間を許してくださいということなんですけど、ツイッターとかで、書かれてた完全復活した俺の金子っていう書かれてたんですけど、そのあれのことを金子って言うのをちょっとやめてほしいなって思ってるのと、今回、しっかり勝利してそこはちょっと、全国の金子の皆さんにもちょっと申し訳ないので、しっかり金子代表として今回頑張らせていただくっていう次第です。っていうよりはみんな金の子金子っていうわけじゃなくて、俺は金の王だから、で俺の子供だから金子、ただそれだけだから、うん、ということでね、俺はもう今日は帰ろうとは思うから、そんな感じで金子金子では、こちらをもって本日の会見はお開きとさせていただきます。皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。8月29日土曜日、クラッシュ116後楽園ホール大会にぜひご期待ください。